今日はね、忍者の内圧コントロールバルブ、ワンウェイバルブですね。これを、ブローバイのね、この中間、この辺ぐらいにつけて、ブローバイを、逆流しないように、するとですね、このシンクロエンジンの場合、おっと落ちちゃった。すごくエンジンブレーキがね、よく効きすぎちゃうんで、それで、これを使うことによって、そのエンジンブレーキをうまく制御できるらしいです。で、ここに、見えるかな？ここに、このグローバイホースが刺さっていたのを、今抜いて外したのが、これです。で、これのちょうど真ん中あたりにね、このホース、先ほどの、起こった！よいしょ。これを、これ逆向き。このままじゃダメです。下から上に。ということで、この間にね、これぶった切って入れてみたいと思います。このようにね、上下にバンドを止めて、この形にしたのに中に戻していきます。中に戻せないとかいうことはないよね。そんなに大きくないよね。よいしょ、向きが。はい、ちょっと反対側は。たんですけど手が届かない。内圧コントロールバルブというバルブがつきました。果たしてこれでどんだけ、エンジンブレーキが軽減されるんでしょうか。ちょっと後ほどレポートしてみたいと思います。内圧コントロールバルブを交換してから、忍者 SL 乗ってみてます。加速に関して言えば何が変わったかっていうと、そんな大きく変わってはいないんですけど、やっぱりエンジンブレーキが滑らかになりましたね。あとあれですね、ふかした時のエンジンの回転の落ちが速くなった気がします。気だけかもしれないけど、前方が全部赤じゃねえか。やっぱりこのエンジンブレーキがすごいスムーズになったのは大きいですね。前はアクセル戻すとガクーンっていうか、すごい強いエンブレを感じたんですけども、
こう戻した時にこう必要以上にあのエンジンブレーキがかからないというのはあの乗りやすくなったという意味では、貢献してますね。加速に関して言うとどうなんだろう、スロットルのこうレスポンスが良くなったような気がするので、まあ戻してからさらにこうアクセルを開けるアクセル開けて戻してでさらに開けるって時にのタイムラグっていうのかな、これがだいぶなくなったような気がします。まあつけて格段にパワーアップしたわけではないけども乗りやすくなったな、それは言える。まあブローバルブっていうかブローバイガスで、まあ本来はまあ未燃焼のガソリンがまあたまにエンジン内部に漏れてくる、まあ、特に圧縮抜けとかねしてると戻ってくることがあるらしいんですよね。でそれが中に溜まっちゃうと、エンジン内部で爆発しちゃう、高温でね爆発しちゃうんで、放出をしなければいけないということで、ただそれを大気に放出するとまあ、有害な物質をですね、ばらまくということで、ブローバイガスというものに関して言えばエンジンオイルも混ざってるかもしれないけども、そういった高温に熱された、未燃焼のガソリンを、キャブレーターの中に一旦戻すという役目があるんです、ね、でそれが、ブローバイホースというものでつながっているわけで、キャブレーターに戻すような形になっているので、だいたいエアクリーナーにくっつくようになってるんですよね、でエアクリーナーにそのブロバイガスが、まあ、入るとそこはですね、未燃焼ガスだけじゃなくてそのエンジンオイルも混ざったような気体が入ってくるもので結構ゾロゾロっていうんですかね、オイルまみれになっちゃって汚くなっちゃうんですよね。なのでまあそれはそれ自身は当然入ってくるんですけども、キャブそのエンジンをですね、アクセル戻したときに、その内圧バルブから、逆に今度キャブにキャブからそのなんていうかな、ブローバーホースを通して後ろに戻ってきちゃう、エンジン側に戻ってきちゃうということがあるので、そうするとですねあまりよろしくないというか、常にあまり綺麗じゃないガスを吸うようなことが起きちゃうので、それをですね、片側だけワンウェイで、バルブをすることによって、アクセルを閉じた時はですねブローバイガスを吸わないというね、仕組みにしたのがこの内圧の、コントロールバルブというものらしいです。だから、ね、内圧が高い時だけ、ガソリンが未燃焼ガスがキャブの中に返っていくようにする、でアクセルオンとかオフにしたときは、特に内圧が高くなければそのフレッシュエアしか吸わないということをしているみたいです。まあその恩恵というと、その恩恵というとまあ未燃焼のブローバイガスと言われた、まあ要はまだエンジンに爆発されきってないガソリンがまた戻ってくるわけなんですけども、まあ、それがなんていうのかな、まあ、要は綺麗な状態でキャブレーターに入り続けることが多いということで、まあ、若干パワーアップに貢献するんではないかというふうに言われてはいるんですけど、パワーアップよりはなんだろう、乗りやすさがよくなったような気がしますね。まあ、本来だと、まあ、未燃焼ガスもなんでそのリサイクルしましょうということでキャブに戻すわけですけども、いわゆるフレッシュエアというのとは違って熱された機体なんてね、やっぱり燃焼効率本来だったら良くないわけですよ。ガソリンがないと言っておると、ガソリン入れなきゃ。まあ、というわけでね、内圧コントロールバルブつけてみた。まあ、ただ、この違いはね、正直、ス
ストリートで大きく変わるというよりはやっぱりサーキットみたいなところですね。アクセルオンオフを、繰り返すところだと、その違いが出てくるんじゃないかなと思って、またね、近いうちにサーキット走ってちょっと試してみたいなというふうに思います。はい、というわけでですね、今回の動画はこの辺でお別れさせていただこうと思います。またね、次の動画でも、本当だったらツーリング動画とかね、そういったものもお届けできればと思ってます。はい、よいしょ。ではまた皆さんとは次の動画でお会いしましょう。それではさようなら、バイバイ。